白衣は業務等において着用する。主に白色、または単色の外衣のことである。主に医療従事者、衛生、調理従事者、実験従事者等が着用する。学校の給食配膳などの場面では、児童、生徒も着用する。白衣の着用には、衛生、災害予防、制服としての機能があり、主に汚れや洗濯に丈夫なポリエステル製の白衣が多いが、 薬品や、やけどや火に耐えるよう面で作られているものもある。白衣という名称の示す通り、その多くは白色であるが、必ずしも厳密に色が白に限定されるわけではない。手術時や研究者やエンジニアが着るものには、青や緑の白衣も存在し、色がついていても、白衣と呼ぶ。ドイツ語では、毒、レイバーアーキトル英語でも、えー、ラボ、コートと呼ばれる。また、 黒い白衣はドイツにおける伝統的な死刑、執行人の服装である。コート型の長袖の白衣一般的には、長袖のコート型で、竹は、疾患からすねあたりまであり、主に医師、獣医師、薬剤師、旧登録販売者、新名薬品管理師または、医薬品管理師、臨床検査技師、保健師、栄養士などの医療従事者、科学者、研究者、理系教師、養護教諭、 司書教諭などの学術関係者、アロマセラピストなどの医療従事者に準じる業種のものなどが着用する。他の例では銀行員が再選の集計をする際に着用することもあり、これは正月の時期によく報道される光景でもある。看護師はほとんど着ないが上着として着用することがある。また、歯科医師、歯科衛生士なども KC 型を着用するものがほとんどであり、コート型を利用するものは少ない。上述するように、コート型は学校において、児童、生徒が給食配膳で着用することも多いが、コート型が使われるのは、汁物などが肌に接して火傷しないようにする防護目的のためであり、給食配膳で KC 型が使用されることはない。給食配膳で使用されるものは、 いわゆる、割っ着であり、明確にはボタンを止める箇所など、形状に違いが見られる。割っ着は小学校で使用されることが多く、白衣の使用は中学校の方が多い傾向にある。長袖のコート型はラボコートとも呼ばれる。袖口は紐で縛れるようになっているものもある。一般的ではないが、半袖のコート型白衣やコート型白衣に匹敵する。 長さの竹を持つ KC 白衣も存在する。竹が短いものは主に歯科医師、歯科衛生士、看護師、理学療法士、作業療法士、登録販売者、利用士、調理師などが着用する。上下組になっている半袖のものもあるが、主に看護師などの医療従事者が着用する。上述しているように、医師をはじめとする医療従事者、理系教師をはじめとする学術関係者、 理工系技術者、研究者、調理師、利用師などが主に着用する。これらの職種では、白衣の着用は所属組織において事実上の制服扱いをされている場合が多い。実験以外でも科学者や医師は制服代わりに着用しており、大学内では理系学部の学者や研究者が着用するトレードマークともなっている。一方、民間企業の研究者は、 作業着を着用している場合が多い。また、海外では、学生実験などにおいては、衣服の保護のため丈の長い防水エプロンを着用することが多いが、日本では白衣を実験着として着用するのが一般的となっている。医師が診察時に着用する白衣の中には、短めの丈で飾りベルトなどの装飾がつき、袖口の紐を省略したもの、ブレザー型のものなど、 明らかに実用面よりもファッション性に重点を置いたものもある。結果系の医師、男性看護師、臨床工学技師、作業療法師、理学療法師、利用師、登録販売者などの職種にあるものはコート型白衣の長い裾が業務の邪魔になるなどの理由で KC 型白衣を着用することが多い。KC 型白衣はアメリカの医療ドラマ ベンケーシーに出演したヴィンセント・エドワーズ演じる、ベンケーシー医師の名前に由来する。しかし、ケーシー型白衣は、ドラマ、ベンケーシーのために発明された白衣ではなく、もっと以前より存在している。もともとは、利用子の制服を発祥とするセパレート型の白衣である。近年は、利便性からスクラブが着用されることがある。半袖で、首元は、V ネック。 選択が容易で色も青やピンクをはじめとした様々な色が存在する。ところで、神職、巫子、皇族などが儀式を行う時などに、僧侶も包位のもとに白衣を着用する。この白衣は絹、綿、浅星などで着物状であり、その下には白襦袢を着る。また白衣には白帯を用いる。これらは夏用と合わせ用がある。なお、白衣は和。は クエ、ビアクイ、ビアクエなどと読む場合もある。コード型、KC 型。ありがとうございます。